の名はハルフォード。フレッチャー級の血筋を引き継ぐ126人目のロードにしてすごい仕事力を誇るもの。古本。噂に聞く指揮官よ。君は我がファミリーの一員にでもなりたいのかしら？ユニオン所属フレッチャー級のハルフォード。闇夜の海をかけるファミリーの127人目のロードにして。はい？自己紹介の時は126人目だったって？そんな、私がそんなボンミスを。きっと指揮官の前では緊張しやすいからよ。指揮官よ、ずいぶん待たせてくれるじゃない。こんなにお仕事が残っているのにどうしてそんなにぐっすり寝ていられるの？早く今日のお仕事を始めなさい。指揮官のその目。さては我がファミリーの一員になりたいのね。ちょっと待ってなさい。手元にある書類を確認し終わってから。偽装のドラちゃんは我が最も忠誠なる従僕よ。指揮官、ほら挨拶しなさい。我がファミリーの一員になれば不老不死の体を手に入れられて、もっともっとお仕事をこなせるわ。冗談よ。闇夜に生き光に憧れる、これこそがファミリー、これこそが我が。何を笑ってるのよ。本気で私の設定を説明してあげているところなんだから。夜だけじゃなく昼間もちゃんとお仕事に付き合ってあげる。設定だってデイウォーカーにしてるんだから。傘を差してくれるの？もちろんそれもファミリーのお仕事のうちね。はい？そんなに私の血が欲しいの？呪われた力に飲み込まれないよう気をつけなさい。はい？指揮官がこんなにだらけるやつなんて信じられない。私のファミリーに入る前にまず勤務態度を正しなさい。お仕事をこなしたご褒美に一番おいしい血を我が分け与えてあげるわ。チェリージュースよ。でもちゃんとおいしいから試してみて。ファミリーに近づく者が呪われるというのはあくまでノベルでの設定よ。こういうのは好きだけど指揮官には呪われてほしくないというか。本当に呪われたとしても全力で守ってあげるわ。だからもう少し近くに来てくれる？もっと頑張ってお仕事をこなして戦って、指揮官を邪魔するものを全て蹴散らす完璧なファミリーロードになってみせるわ。それまでは私を求めるその目をやめないでよね。私が最近読んでるノベルはこれよ。ファミリーの上位者とその従僕の間のロマンス。そしてエンディングは2人が結ばれるストーリーだから。指揮官、ファミリーのロードの抱擁を受けた従僕という設定を受け入れてくれないかしら。これって末永く一緒にいる契約ってこと？ならパッとき私の今日の最後の要件は、そうね、君の永遠の誓いに応えてあげるわ。ファミリーのロードに従う従僕として永遠に私のそばにいなさい。